はい、それです。N1 のコーラーゲー行ってきましたんで、現、え、地、ー、民の感想ですね、えー。もう今週1週間で、もう5連勤メスからね、新日本の G1 も合わせて。はい。まあまあ、それはいいんですけども。で、今日の観衆が900人台だったような気がします。さっきあの、公式見たら。まあ、こんなもんじゃないですか。<laughs> うん。もう観客人数に関しては、もう昨日の動画でね、散々もう喋らせてもらったんで、まあもう一緒。 はい。まあ、そんな感じですね。はい。で、ちょっと、まあ、気になった試合だけ、ちょっとピックアップして語っていきますね。えっと、まず1個が、小峠と WWE のあの、でかい新人選手のリーグ戦。これ、試合中になんか小峠が腕をなんかアクシデントで痛めたのか、なかなか場外から出てこれなかったんですよね。で、そのまま結局小峠が負けたんですけども、んどうなんですかね。アクシデントだったんですかね。とりあえずなんか小峠って、いろんな面で、 持ってないよなーっていうね。なんかそんな感じなんですよね。はい。まあそんなとこでしたね。はい。で続きまして、稲村対アルファウルフ。はい。まあこの試合なんですけども、なんかね、もう、稲村が入ってきた瞬間、ちょっとニヤニヤが止まらないっていうか。うん。いやいや、稲村よ。真田じゃねえんだからよ。あの、入ってきただけでニヤニヤさせるとかいい。ちょっとやめてくんねえかみたいなね。 うん、なんかもうその域まで来ちゃったなっていう感じなんですよね。はい。でね、今日入場しながらね、なんか稲村がね、手拍子でね、ちょっと観客を煽りながら、ちょっと入ってくるっていうね、あれなんかはっちゃけてんじゃねえかよ、稲村みたいなね、はあ。そんな感じでしたね。はい。でね、ちょっと写真撮りながらね、 ちょっと北尾っぽい感じの北尾感が出るようなかっこいい稲村のショット撮りたいなと思って、まあいろんな角度からちょっと頑張ってみたんですけど、あんまりね、北尾感の伝わるようなちょっとかっこいいショットが撮れなかったんでね、ちょっとそれは残念っていう感じでしたがね。はい。で、まあ試合なんですけども、悪くなかったっすね。うん。やっぱ稲村はなんだかんだでね、試合は結構いいんすよけ。結構迫力のある試合だし。で、このね、アルファウルフもね、すごいんですよね。 ね、今までジュニアタック要員だったからあれだったんですけどなんかそこのジュニアタックの枠から外れてここの、ね、ヘビー級先生とやっててもああ全然インパクト残すなっていうねで僕ね今まで散々言ってきた何だこの今年の N1 ルチャ多めって何だよ俺ら求めてんのはルチャ多めじゃねえぞとかっていうのをね、まあ、散々言ってきたんですけどもうんまあ改めてねこういうシングルでじっくり試合を見るとああなんかノアが このアルファウルフとかドラゴンベインとかちょっと押していきたいなっていうその気持ちはあ理解できればっていう、うん、そういう気持ちにはなりましたねただルチャ多めルチャ多めだけがいいっていうわけじゃねえぞプッシュしたい気持ちはわかるけどもそれでルチャ多めにしました、うん、N1 は元エミキのためにあるわけじゃねえぞこれは一応ね言っとこうと思いますただ やっぱポテンシャルは高かった。うん、そんな感じですね。で、そこのアルファウルフのポテンシャルに負けじとね、やっぱ稲村もいい味が出してね、はい。結構盛り上がりましたね。はい。最後は稲村の、えー、必殺無双で、えー、渾身の勝利でした。はい。できればね、僕的にはね、もうこのまま2連敗してくれた方が良かったなっていう感じなんですよ。2連敗してくれた方が、僕的にね、ちょっと稲村ネタをね、作りやすかったんでね、もし2連敗してくれてたら、 ちょっといろんなこの背景のエピソードとかが浮かんできたんで、もうこの際だから今回ちょっと2連敗してほしかったんですけども、うん、稲村勝ったか。まあそんな感じの感想ですね。はい、以上です。はい。で、あとは、えー、っと、早田がこの間の L1 開幕戦で、なんかスティンガーとまた結託したけども、でも結局なんかまたそれ裏切って、えー、袋叩きにされて、えー、そこをまた洋平と忠相が助けに来るっていうね。なんかもうよくわかんないですけども、まあ、とりあえずもう恒例のノアジュニア、 えー、部署移動みたいなそんな感じでしたねなんかもうどうぞご自由にっていう感じですねはいまたこのラーテルズそのこの再結成も何回につかしたらまたノア必殺の裏切りが始まってもう雑なストーリー展開でなっていくのかなみたいなちょっとそんなのは感じましたけどもねはいまあとりあえずご自由にっていう感じですね はい、以上ですでちょっと全部喋っていくともう時間ないんで、えー、ちょっとここから飛びますね。でセミファイナルが慶王とタイタス・アレクサンダー、はい。このタイタス・アレクサンダーって、えー、ノアの若手のハイフライヤー系の、まあ、有望視されてる選手なんです,すね。なんかイメージで言うと、カラム・ニューマンみたいな、うん、そんな感じなんですよね。年齢も2人とも近いし、うんまあ、ノア・版カラム・ニューマンっていうね。 うん、そんな感じでしたかね。はい、ただ、カラム・ニューマンよりもね、なんか、厚さみたいなのが伝わってくるんで、カラム・ニューマンよりは感情移入しやすい選手、うん、タイプだな、みたいな、そんな感じですかね。はい。まあ、そんなところですね。で、最後は、k 王が勝ちましたね。で、まあ、改めて思ったのが、カラム・ニューマンと、このタイタス・アレクサンダー、先にどっちが WWE、もしくは AEW に持っていかれるか、うん。まあ、そんなところが注目っていう感じですかね。はい。 うん、まあそんなとこですね。はい、以上です。はい、ではメインイベントですね。えー、大岩対清宮。はい。僕がね、今日、ノアの甲羅犬に行った、まあ一番の目的ってやっぱこれなんですよね。大岩対清宮。この試合でね、大岩の光属性測定ができるなっていう、そういうテーマがあったんですよね。今のこの完成された清宮海斗に、どれだけのものが見せられるかっていうね、 もう今の清宮だったらもう誰とでもね名勝負作れるレベルになってるんでその清宮相手にね今の大岩がどれくらいのこう爪痕を残せるのかっていうねこれによって僕の今後の大岩選手の見方が大きく変わるっていうそういうテーマがあったんで、まあ、結構楽しみだったんですよはい、はい、で試合を通してのまあ感想はなんか大岩のノア卒業試験マッチみたいなあそんな感じでしたがね、まあ、もっとさらに細かいことを言うと 大岩、ノア卒業、仮面試験マッチみたいな、そんな感じですかね。うん。今日は完全な卒業マッチじゃなくて、あくまで仮面です。うん。もう近いうち大岩選手はノアを卒業するんで、だからそれの仮面的な試合だったかなっていう感じなんですよね。 もう中盤ぐらいまでもうずっと清宮が受けに回って大岩がどんどん攻めていくっていう試合だったんですよねとりあえずもうひたすら清宮が受けに回る感じだったんでうん清宮がこう受けに回り回りながらなんか大岩のこの試験項目を一個ずつこうチェックしていくみたいなうん、なんかそんな感じでしたねでもねやっぱ大岩選手あのいい味が出てましたよあのねちっこいね腕攻めとかヘッドロックとかねすげえ味があったっすね だから今日もね、ところどころやってた腕、腕攻めムーブとかね、あれは小川な成イズムなのか、もしくは、あれ丸藤イズムも入ってねえかっていうのはちょっと思ったっすね。あの回転しながらのキーロックとか、あれこれなんか似たの見たことあるぞ。これは丸藤直道のパーフェクトキーロックと同じ流れじゃねみたいな。なんかそんなのもあったんでね、ところどころでね、この小川な成丸藤直道のね、 このちちょょっっととイズムみたたいなのをちょっと出ししてきましたねこの大岩選手のこのノア修行での,この成果っていうのがねなんか存分に見れたかなっていう感じはしましたねいやでもね改めて思ったんですけどもこのノアで培ったこの丸富イズムこの小川イズムってね後に絶対財産になるなっていう感じはしましたねあのいい比較例で言うと今新日本の海野海野ってね ここういうネチっこいいっ技とかかなないいじゃないですかとりあえずもうひたすらあのファイプロでエディットしました感のようなこの技かっこいいっしょみたいななんかそういう技を積み重ねていった結果試合微妙みたいなね、うん、今ちょっとあまり受けが良くないっていう感じになってるんででも逆に大岩選手ってなんかこういうねちっこい技とかこの味がある技を使ってねあの理にかなってるんですよねタイプ的に言うとね。 上村ととちょっっ近いっていてう感じになるんですかね上村も結構ねちっこい技とか使うじゃないですか。で、上村はこういうねちっこいグラウンド技術プラス俊敏性に長けている。で、大岩の場合はこのねちっこいグラウンド系,に系プラスパワー寄りに,に長けてるみたいなね、うん。なんかそんな感じってとこっすね。 上村ととりあえずスタイルはちょっと似てるかなっていう感じですね。はい。でもこういうスタイルはね、後にどんどん味が出るようになってくるのかなっていうああ、そんな感じですね。だから今この新世代のね、選手たち、それぞれのカラーが出てきたかなっていう感じですかね。辻はアクロバティックなね、技を使う派手系な感じで、まあ、成田は職人系のね、まあちょっとすげえ地味な。 タイプで。で、海野はファイプロエディット系になるみたいなね。うん。なんかそれぞれのちょっとカラーが出てきたかなっていう、そんな感じですね。はい。はい、で、試合は、これ、時間切れ引き分け30分ドローだったんですけども、いや、なんかね、30分のこのだるさみたいなのがね、なかったっすね。飽きることなくね、全然最後までね、集中力切れなかったっすね。もちろん眠りのプロ体になることなんてなかったっすよ。はい。新日本だとね、成田とかね、成田とかの試合だったらね、 全然眠りのプロになっちゃうんですけども全然30分ドローでねちっこいグラウンドとかでもねあの寝ることなくね全然あの全然見入っちゃいましたよはいうん僕ねこれ清宮選手勝つかなと思ったんですけど引き分けだったんですよねだからこの引き分けってことは後にまた清宮対大岩パート2やってくるんだろうなっていう感じしますねで次やるんだったら、まあ、GHC 戦でしょうね GHC 戦での清宮対大岩多分それが年末ぐらいじゃないですか年末とかにやってそこで大岩がノアから離れる決意を表明するみたいななんかそんな感じしますねここでもし今日あの決着ついてたらなんか清宮大岩ってこれで終わり感あるんですけども大岩の最後のノアの卒業試験マッチ的なのは まあ、清宮の GHC 戦じゃねえかなっていうね。一応そんな感じは思いましたね。はい。まあ、そんな感じでね、あのー、素晴らしい、えー、この大岩対清宮だったんですけども、いや、ね、いやね、僕の期待値超えてきましたね。なんかそこそこ大岩が見せ場作って、まあ、最後清宮が貫禄でね、あの、清宮の貫禄が進むのかなと思ったんですけども、いや、30分時間切れ引き上げっていうね、逆に良かったっすこ。この決着の方が。はい。でね、この試合ね、 どうしてもこの大岩がいい味見せてたっていうね、ちょっとそっちの目線の方が強くなるかもしれないですけども、いや、このね、大岩を引き出したのはね、やっぱ清宮はすごいなっていうね、清宮にもやっぱり賞賛を送りたいなっていう感じですよ。もうずっと前半からもう技を受けてね、本当に大岩の見せ場をどんどん作って、かといって清宮も、こことという時にはしっかり見せ場を作るし、いや、清宮選手ももう、かなりの息、息になってますよ。 今やっぱこの新世代のやっぱトップ角は清宮と竹下ここがもうズバ抜けてトップ2っすね竹下もやっぱ相手光らせるの上手いじゃないですかでも竹下はもうアスリートプロレスでもうバンバンバチバチやってドッカン沸かせるみたいなでも清宮はすごくこう綺麗な綺麗な試合展開で この相手を光らせていく竹下とね清宮スタイルは違うんですけどもでも共通してるのはねお互いこの相手を光らすスキルいやもうちょっとずば抜けてんなっていうね、うん、やっぱそんな感じですよはい、うん、だって新日本でも上村をね上村を光らせたのはやっぱ竹下今回大岩を光らせたのは清宮あやっぱ清宮と竹下ちょっと別格の域だなっていうねうんそんな感じでしたねはい以上です はい。というわけで以上が、えー、今回のメインイベントの感想もろもろだったんですけども、いや、もう全体的に満足度高かったっすね。うん。他の試合もあ、それなりにいい試合多かったんで、うん。大会全体の満足度高かったっすね。うん。行ってよかったなっていう気持ちになった。そんな今日一日でしたね。はい。まあ、そんなとこですね。はい。以上です。はい。で、最後に、まあ僕のちょっと唯一、ちょっとモヤモヤする部分があって、まあそれ何かっていうと、 今日、ソヤの試合がなかったんだよってね。うん。あの、カードを見たら、あっ、ソヤ今日休みやんってね。うん。ちょっとそれが、まあ残念っていうか、まあし、しょうがないですけどね、それは。うん。ただね、今のノア見に行ったらね、やっぱソヤの試合見ないと、ああ、ちょっと残念だなっていう気持ちになるっていうかね、今、あの、例えば誰かに、ノアで今、どの選手おすすめなのって質問来たとしたら、僕はね、 ソヤいいよよっってね言っちゃううと思うんすよ普通順当に考えたら「ノアで誰が一番いいの?」とかって聞かれたら「まあ、清宮剣王」まあ、この辺が大体世間一般的にはまあ上げやすいところだと思うんですけど僕はねあえてねおすすめするんだったらねするんだったら「そや」ですねうんそんぐらい僕の中でね今「そや」が来てるんですよ「そや」の試合はねあの本当男臭くてねいいんすよ見てて気持ちいいし この本当に油を頭からぶっかけるかのごとくねあのヤの試合はねすげえゴツゴツで熱いんですよねうんだからそんなねヤの試合をちょっと見れなかったっていうのはちょっと今回唯一残念だったポイントっていう感じですねはいまあそんなとこですねはい以上ですはいというわけで結局何言いたかったっていうと次の日曜日に組まれてるノアのオコロゲン清宮対小峠ってこれ組まれてんだけどもこれ なんか小峠が清宮に勝っちゃいそうな気がするんだよね。ってこと。